中日開幕戦、販売開始直後から、緊急事態。あ、終わった。開幕戦のチケット。中日とヤクルトの開幕戦のチケットが、販売開始から30分で、中日応援席が数席のみを残してほぼ埋まっている。販売開始が平日の午前11時だったにもかかわらず、大量の中日ファンによるチケット強奪戦が繰り広げられていた。昼休憩に取ろうと思ったら無理やった。大人気球団すぎて怖いです。今頃は全て完売してるんやろな。立浪で満たされる毎日。左下の方はガラガラなのに、中日の応援席だけ綺麗に埋まってるの草。素晴らしい球団やな。ファンのドラゴンズ愛はすごいね。これは運営側もにっこりやん。ネット見てると、焦って間違えた席を買ってる人も多いらしいね。争奪戦も大変なんだな。最下位なのに人だけは入る球団。ヤクルトのレフト応援席は人気ないね。中日の応援席にすれば売れるのに。少しは考えなよ。皆さんは取れましたか？記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。